はい、浜本大使です。仕事終わりですね。疲れました。ファイターズの本日のニュースなんですけれども、ガントとメネズがねウェーバー工事ということで、まあ、実質対談ですね。他球団移籍か対談かという形になります。悲しいんですけれども、まずガント選手ですね。ここはしょうがないかなと。2年間結局1軍では登板できておらず、で今年もまあ登板できないだろうということで、まあ、損切りをしたって感じですね。でメネズ投手は、まあ、正直これね、記事が消えてるんですよ。ウェブから消えてるんで、もしかしたら情報違ったりとか変わったりするかもしれないんですけど、まあ、この情報が今と正しいと考えるとして、メネズ選手は2軍でね、先日13失点ワンアウトしか取れなくて大量失点して降りたっていうのがあるんで、まあ、それで見切りをつけられた、多分何らかあったんでしょうね。怪我かなんかがあってってことだと思います。さすがに1試合の結果だけで降ろすとは思えないし、この間までね1軍で投げてたんで、先発できるね助っ人も少ないと、マーベルもまだまだ分かんないんでね、未知数なんでって考えると、1試合で切るとは思えないんで、何かあったと考えるのが妥当でしょうというところですね。でこの2人を切ったことで枠が67になったんですよ。支配下67人、70人まであと3人なんで、3人獲得または育成から上げられるということになったんですね。でマーベル取って69人になった時点で、まあ、育成から2人上げるためにガントは切るかなと思ったんですよ。でもそしたらガントももうメネズも切ったんで、まあ、おそらく67にしたかった理由があるんだろうなと思ってて、私の読みですよ。私の育成選手を見ていて思う一つの考えなんですけど、掛木選手プラスもう一人、二人を育成から今年上げると思いますね。まあ、掛木選手はほぼ確定ですね。近日中に上がる見込みです。なんかもう育成の育の字かながメンバーリストから消えてたとかっていう情報もあるんで、まあ、成績見ても上げないわけないと思います。はい、1軍で勝負でしょう。もう一人が中継ぎから一人取るのか、まあ、もしくは山口当たるかっていう感じだと思います。福島蓮君はまだ早いかな、まあ、でも分かんないな、先発足りないんで福島蓮君かもしれないですけど、まあ1軍で使いたいポジションの選手を上げるっていう感じになるかな、というふうに思いますね。で2人だと思うんですよ、育成から上げるの。3じゃないと思うんですね、バランス的に。2枠かな。でまあ残りの選手は来年頑張ってねというか、来年1軍で活躍しようねっていう形を取ると思うんですよね。だから1枠ね、わざと開けたと思うんですよ。わざと67にしたと思うんで、誰か取るんじゃないかななんて思ってるんですよね。で取る候補が先発できる助っ人、まあ、もしくは外野守れる助っ人、まあ、外野もしかしたらショートかもしれないけど、こう守備系の助っ人ね。あるいは助っ人も多いんで、ワンちゃん助っ人枠使わない DH 候補、このいずれかかなというふうに予想しておきます。そういえばね、ちょうど筒香選手が契約破棄したと、だから他球団と のね交渉が開始可能になったという情報もあるんで、まあどうなんですかね、そのあたり分かんないんですけれども、まあ筒香選手もね、ファイターズもしかしたらアクションかけてるかもしれないと。で個人的にはメジャーで勝負してほしいですよ。メジャー目指していったんで、もうメジャーで全力尽くしてほしいんですけど、まあ、もしねこう日本戻ってくるなら、ファイターズもその争奪戦っていうのかな、そこに加わる形になるんじゃないかなというふうに思います。最近はねこう高齢選手というか年食った選手が活躍してるんで、まあメジャーの経験した筒香選手、年食ってるわけじゃないけど中堅選手としてね、こう十分に活躍する必要はあると思うし、
何より清宮選手にとってね、良き師になると。柳田筒香、ね、この2人の師をもってして、清宮選手、さらに高みを目指せると思うんで、まあまあ、ぜひとも日本球界に戻ってきてほしいし、もしね、機会があれば、ファイターズユニを着て、こう、エスコンフィールドで躍動する、そんな筒香選手が見てみたくもあるかもしれないっすね。まあ、これはでもちょっと失礼なんでね。うん。やっぱメジャーで、まずは、残って、挑戦、チャレンジしてほしいなというふうに思っています。はい、まあ、仕事終わりのファイターズニュースでございましたが、まあ、ちょっとファイターズファンにとってはね、ショッキングというか、やっぱり入れ替えが激しい、なんつうんだっけ、血液の循環じゃなくて、新陳代謝、はい、すいません、新陳代謝のいいチームだなというふうに思います。それはまあ、ファイターズの良さでもあるしね、うん。なんで、特にメネズ選手、まだまだ実力あると思うんで、他球団で活躍してほしいと思います。ただし、パ・リーグ行かないでくれという感じですね。セ・リーグの横浜、ね、エスコバいますけど、ああいう風にね、活躍してほしいなという風に思います。はい、ではでは、まあ多分これ出すのね、試合終わりとかにしようかなと思いますので、試合結果どうなってるか分かんないけど、買ってたら動画出します。はい、あと1万人もうすぐ行きそうなんでね、この動画、見てる頃には行ってるかもしれないんで、うん、そしたらおめでとうということで、次のフェーズに入っていきましょう。ではまた。